サーフのひらめ釣り講座、今回はサーフで使う装備品の説明をいたします。2点重要な、ね、ことがあるので、まずねここから説明いたします。書きます。これがねないとね始まりません。フローティングベスト、あとは上田、あのまあ長靴のもっと長いやつですよね。この2点は必ずですね着用して釣りをするようにしてください。まあフローティングベスト、これはもう言わずもがなですよね。まあ落水した時にねしっかり浮いて自分のね、呼吸をね確保してくれるためのベストです。まあ救命胴衣的なものですよね。これがないとやっぱ困ります。そしてウエーダーって長靴のもっと長いバージョンなんですけども、これは立ち込むためのものではなくって、サーフって、まあ、波が打ち寄せてきた時にその波が自分の足に当たって強いと這い上がって、この辺がね濡れてべちゃべちゃになってしまいます。その時にまあ着てるものがですね濡れないように、このねちょうど胸の位置まであるですねウエーダー、これをね着用します。でよくねウエーダーいらないじゃんね、長靴でいいじゃんっていうね、最初はもしかしたら長靴やってみようってね思うかもしれませんけども、無駄です。はっきり言ってこれ無駄です。もう言ったら分かりますけども、波が来たらあーってこうなるね。でこうやって投げる、これ何回かやってると絶対に波来て濡れます。あーあってなっちゃいます。そうしたら集中力も切れちゃうし、なんか気になってね、あのまあもういいや、やめちゃうってことになっちゃうかもしれないので、長靴はやめましょう。じゃあこれどっちか一つあればいいのかというと、そんなことはありません。これ必ずねセットで来てください。あのねこのウェーダーっていうのはまあ長靴なんですけども、まあ履くとね下のこの足の部分にまあ空気が溜まっているので、落水した時にですねこの足の部分が浮いてきて、要は自分が相対的にですね自分のこの顔の部分ですね水面の方下に入ってしまうことになります。だから呼吸ができなくなってしまうので、もう溺れちゃいますよね。そんな時助けてくれるのがこのフローティングベストです。上半身に着用しているので、足が浮いても上半身もしっかり浮いて呼吸が確保できます。ですからね、こう落ちてパニックになっている時でもちゃんと呼吸ができるので、少なくともないよりはもうちょっと冷静な対処ができますので、必ずですねこの2点はセットで着用するようにしてください。でね、まあ、フローティングベスト、いろいろあります。まあ、サーフ用そうじゃないものいっぱいありますけども、とりあえずねソルト、まあルアーですね、ソルトルアー用の、フローティングベストを着用してください。まあ磯用とかね船用とかいろいろあるんですけども、ソルトルアー用ですね、ソルトルアー用のまあポケットのついたものですよね。ルアーを入れたりとかですね、ハサミを入れたり、予備のリーダー入れたりですね、まあバックポケットのついてて、まあお財布入れたりとかですね、いろんなものが入る、そういったものですね、これを選んでください。まあピンキリです。お金に余裕のある方はまあいいやつ買った方がいいと思います。ただねこれね、フローティングベスト、これ収納がね、必要なんですけども、あんまりですね収納力が高いやつ、大きいやつ、これはちょっと考えもんです。ダメとは言いません。なぜかと言ったら、いっぱいルアー持ってきたいから詰め込みますよね。大きなポケットのやつ買いますよね。ルアーって重たいじゃないですか。例えばじゃあ 30g ね、ジグ、まあ、100個入るか別にして、まあ、仮にですよ100個入れたらどうなりますか。3キロですよね。3キロの重りここにぶら下げて、まあ釣りするのはいいんだけど、水に落ちたらもうわかるよね。まあ仮に浮いてるとしても結構やばい状態だし、
波食らったら沈んじゃうぐらいの感じ。これが例えば、1.5 キロぐらいで済んでるんだったら当然その分だけ浮力確保できますよね。だからあんまりねこれ収納力大きいのもね正直言って考えもんです。ですからこうその辺は自分のですねしっかり考えを持ってちょっとこれぐらいにしとこうというね節を持った収納力のものをですね選んだ方が最終的には身のためだというふうに思います。そして今度ね、上田いっぱいあります。ニーハイウエダ。ちょうどこの膝の上ぐらいですかね。このウエダと、このウエストハイ。ウエストハイ。ちょうどこのお腹のベルトのところまで来るウエダ。そしてチェストね。チェストハイ。ちょうどこの胸のところですね。ここまで来るウエーダー、この3つがありますけども、チェストハイウエーダーを選んでください。その理由はやっぱりサーフは波が打ち寄せます。何回も言いますけども、当たった波が自分に這い上がってきて、例えばこの辺ウエストハイだったら、ね、この辺濡れちゃいます。ニーハイだったらこの辺濡れちゃいます。そういったことないようにチェストハイを選んでおくというのが、これがもう大前提です。でウエダーっていうのは、糖質素材あるいはね糖質じゃないやつあります。糖質のものの方が蒸れが少なくて、ちょっと着用してて快適です。特にあったかい季節はかなりですねその性能に差が出ます。糖質じゃないともう脱ぐと汗べっちゃり、蒸れ蒸れになっちゃいます。最初はしょうがないと思うんですけども、ここはですねちょっとお金をかけた方がいいかなと思います。これは投資ですね。こんなものを選んだ方がよろしいかと思います。そして今度足ですね、ソールの部分、足の裏がですねラジアル、そしてフェルト、もしかしたらフェルトにピンがですねくっついてるやつがあるかもしれませんけども、サーフで使うんだったら正直ラジアル、これ完全にこれ簡単に言うとゴム底ってことですね。ゴム底ですよね。ゴムなんで水を吸いません。ですから歩くときね、こうサーフね水に濡れながら波打ち際行っても水が染みてきません。だから軽く歩けます。ところがこのフェルトプラスピンでもいいんですけど、フェルトっていうのは分かりますよね、あの羊毛のやつよね、こうアップリケとか使うやつ、あれのもうちょっと厚いバージョンなんですけども、あれは水を吸いますよね。だから水の中歩いたりとか波打ち際歩くと、その水分を海水を吸ってその分だけ重たくなりますよね。だからちょっと歩きづらい。しかもそういったものっていうのは帰って洗って干しますよね。フェルトが海水を吸ってるのでなかなかこれか乾きづらいです。ところがこのラジアルだったら、ジャーって水流してパッパッて振ってピッと置けばもうすぐ乾いちゃいます。メンテナンスの楽さ、あるいは歩いた時の軽快さで言ったら、やっぱラジアルがサーフの釣りには一番合います。ただね、なんでこのフェルトとかこのフェルトプラスピンがあるかっていうと、これは濡れた岩の上とかね、ちょっとした磯行った時っていうのは、このラジアル底だとゴム底だと滑っちゃうんですよね。ですからそういったところで釣りをする、あるいはそこまでねちょっと想定して、なんか別のね釣りに使いたいって方はフェルト、あるいはフェルトプラスピンの方を買った方がよろしいかと思いますけども、サーフ1本で絞るんであればラジアルゴム底っていうのが一番選択肢として手堅いかなというふうに思いますので、ウェーダーはチェストハイ、できれば糖質素材、底、足元はラジアル底、このね3つのね要素が入ったウエーダーを選んでください。さあそしてこの2つを、着用しましたら、今度ですね上半身着てほしいものがあります。
まあ暑い時期なんかだとね、例えばこのまま T シャツで釣りしちゃってもいいし、まあラッシュガード的なあのやつがあるんですけど、それでもいいんだけども、冬はやっぱり防寒が必要になってきます。そしてまあ普通のシーズン、まあオールシーズンってことを考えたら、レインジャケットを上半身に着用します。これね、普通のカッパーでもまあいいんですよ、いいんだけど、大体普通のカッパーってね、この裾が今こう、まあ、T シャツ着てますけど、こんな風に長いんです。だからこう波がね当たった時にここが濡れちゃって、なんかね嫌な感じになります。ところがですね、こういうちょうどこのねお腹のウエストの部分までの長さの丈のショートっていうね、ショート丈のレインジャケットってあります。これはウェーディング用って言われるものなんですけども、これだとですねちょうどこの辺に裾がきますので、波が当たっても濡れづらいと。でまあ例えばね、それまあ着てもまたすぐまたね洗わずに使えると、割とですねあの濡れることが少ないものなので、まあ下がですね、まあ、僕はこのショート丈がおすすめです。もちろんねこのレインジャケットっていうのは波をしぶきですよね、波しぶきが飛んでくることがありますので、それを避けるとか、まあ、当然雨が降ってる時当たり前ですよね。でこれ風が吹いてる時も防風性能がありますので、まあ、必ずこの、ね、レインジャケットっていうのは着てほしい、まあ、そんなね、ものになります。そして、ウェーダー、レイン着て、そしてフローティングベスト着ますよね。次は今度帽子ですよね。帽子。これね、できればキャップタイプ。キャップ？まあ野球帽タイプですね。このつばのついたの。これがいいです。あのつばがついてるので日差しを遮ってくれますので、まあ目が疲れづらいです。あと偏光グラス。偏光は縦2つでいこうか。おお、いいな。偏光グラスね。まあサングラスのちょっと水の中見える版って思ってもらっていいと思います。まあサングラスでもこれ、まあ、最悪いいです。あのこれはね目の保護が最優先です。まあ紫外線からですね目を守ってくれるとか、あるいはなんかねルアーが間違えて飛んできて目に当たっちゃうとかっていうことのまあための保護という意味で、できれば偏光グラスがいいんですけども、まあ、サングラスでもいいかなと。サングラスでもまあいいかなという感じです。で偏光グラスっていうのはまあ皆さん知ってると思いますけども、割とこう水の中が透けて見える、まあもちろんねどこまでも見えるわけじゃないんだけども、割とこう水深数十センチぐらいだったら、遠目で良ければですね見えます。あのベイトのね、確認、あの裸眼と偏光グラスでもうこう全然違います。なので、まあベイトを探す時とか、あとは釣りをしててこの自分のね、動かしているルアー、これがどこにあるのか糸筋を見て判断する時に、その糸筋を見る、これもやっぱりですね偏光グラスだと割とコントラストがつきますので、すごいこれ見やすくなりますので、そういった意味ではですね、何をやってるか分かるって意味で言ったら、こうね偏光グラスっていうのはすごい釣りに便利なんで、僕は偏光グラスをおすすめします。そしてまあ帽子、偏光グラス、あとはグローブ。あの当然これ寒い時は防寒としてですね、まあネオプレーンのねグローブねします。これ多分しないと、とてもじゃないけど寒くてやってらんないよってことになります。であったかい時、僕ねあんまりね正直言ってグローブしない派なんですけども、ただやっぱグローブした方が竿を持った時にしっかり握り込めて滑らないとかね、あとなんか魚がこう下がった時まあ怪我しづらいとか、まあもしかしたら細いピーライン使った時にまあフルですね、このここまでちゃんと覆われたもんであったら、まあこのねラインで指をね切ったりしないとか、まあちゃんと力入れて投げられるとかっていうね、まあそんなメリットがありますので、まあグローブね、まあ、まあったかい時期はメッシュですね、メッシュ
このグローブをしてくれると釣りに役立つというふうに思います。あとね、上田よくね、寒い時期はネオプレンの上田必要かどうかってことを聞かれますけども、北海道とか北東北で釣りされている方はやっぱり絶対に必要です。寒い時期はもうね、そっから南の方であれば中にですねある程度厚着すれば、なんとか一年中、使えると思いますので、そうですね、東北より南の方は基本、糖質の、ナイロン的な、薄いウェダーですよね、あれを、選んでいただければよろしいかなというふうに思います。あとそうね、これはってやつは装備的にはそうね、あとだから冬という意味で言ったらこのレインジャケットが、防寒のね、防寒のレインと、レインジャケットのショートと、こういったやつもね売ってます、こういうやつも売ってますので、こういったやつを探してショートの防寒を着てください。あとね、こういうやつがあるんですよ、こういうやつがね、ちょっと前回これ着てたんだけどさ、5月6月7月8月9月ぐらいだったらこれねすごい便利なんですよ。まあフードがついててちょっと映るかな、こう 薄くてこう向こうが 見えないよね、ですよね。まあこういうやつなんだけどさ、これは本当にメッシュになってて前ジッパーなんで簡単にこれ着たり脱いだりとかできます。で下例えば T シャツ着ててもまあ日差し、守ってくれて日よけになりますし、焼けなくて済むと。で風を通してくれて涼しいですよね。だから T シャツとこのこれなんていうのかな、このパーカーは割とですね、あったかい時期は活躍しますので、僕はレインジャケットの代わりにこれを着てきます。もちろん雨が降ったとかもう波がじゃんじゃんで来ちゃってもうしぶきがすごいって時はレインを着ますけども、そうじゃない時はほとんどねこのジャケットで済ましています。なかなかこれは優れものです。あと夏はこういったね厚手の T シャツじゃなくってメッシュの T シャツなんかの方がさらっと着れるので僕は好きですね。そう、あとよく言われるのはウェーダーの下何履いてるとかって言われるんだけど、ウェーダーの下ね、僕は寒い時期だったらアンダーまず1枚履いて、その次ですね、このスウェットみたいなタイプのこういったパンツがあると思いますけども、あれを履いたりとか、それもっと寒かったら化学繊維、でできて中綿が入ったですね、ちょっとこうシュッとしたなんていうのかなタイツみたいなのがあると思うんですけども、そういったやつを、履いております。上はね皆さん好きなもの着てもらえばいいと思いますけども、下はそんな形でいつも対応してます。そんなところでしょうか。あとは大体僕の動画とかいろいろご覧になって、あこの人こういうやつ着てるんだっていうのをですね参考にしていただければよろしいかなというふうに思います。